トベファンの異常な行動が羽田空港を混沌の渦に、一般乗客も驚きと困惑。アイドルにとって、推しは何よりも大切な存在。しかし、その愛情が法を犯す事態や社会問題に発展することがある。昨年10月、スノーマンが YouTube 動画のロケで訪れた養殖店が特定され、電話回線がパンクする騒動が発生。そして、トベメンバーが設立した。 株式会社戸辺が芸能界に新たなエブキをもたらしたことは記憶に新しい。戸辺は滝沢秀明41、三宅建44、そして金プリを離れたナンバー、愛の平野史洋26、神宮寺優太26、岸優太28などが所属する新しいエンターテインメント企業でファッション界でも注目を集めている。彼らは YouTube ライブでの配信番組。 トベ版で30万人以上の同時視聴者を獲得し、世界トレンドで1位に踊り出るなど、その勢いは凄まじいものがある。一週間前、トベメンバーがホノルル行きのフライトに登場する情報がファンの間で広まり、羽田空港では出発ロビーが熱狂的なファンで賑わった。しかし、通常のルートとは異なる特別な入り口を使用したことで混乱は防がれたとされている。 そして、到着ロビーでは警備員とファンの緊張感が高まり、非常識な一幕が繰り広げられた。ロビーには約50人のファンが推しの期間を待ちわび、その期待感がスタッフの緊張感と交錯していた。しかし、到着アナウンスが流れると一斉に動き出し、関係者口へ向かう飛べメンバーを捉えようとするファンたちとの小競り合いが勃発。警備員が土のを飛ばす中、混乱はピークに達した。 パーテーションに飛びかかり倒そうとするファンや、自撮り棒を伸ばして仕切りの上からスマホで撮影しようとしている女性もいました。と、一般客が証言するように、非常識な行動が目立った。一部のファンは立ち入り禁止の札を無視し、関係者専用駐車場に押し寄せ、そのスピードには驚かされた。一連の出来事に巻き込まれていた一般の乗客たちは驚きとともに、他の人への迷惑行為に戸惑いを感じたことだろう。 飛べのメンバーたちは一部のファンに気づかれないように関係者口へと消えていったが、彼らがこの非常識なファンの行動をどう受け止めているのか、そして他のファンはどう感じているのか。飛べの成功と同時に、ファンとの距離を保つ難しさも浮き彫りになってきた。彼らの愛情がアイドルにとって喜びであるならば、同時に周りに迷惑をかけないように心がけることも大切だろう。アイドルとファンが共に成長し、より良い関係を築いていくためには、 お互いが尊重し、合うことが求められるのではないだろうか。